千王は中国の伝才の第五代の君主。聖は、シュワダイミナ田、忌名は、ヨシ学問を奨励して諸国から学者を集め、商工業を糧に布告に成功している。また、孟子の検索でツバメを制圧したことがあったが、これは失敗に終わっている。父の伊王と並び名君とされ、弟の安資か君太英とその子の猛将君を徴用して、 覇権を握り続け、西方の夕旗とに大帝国時代を厳出させた。紀元前342年、菅の南領が義に打たれた際、藩は聖に救いを求めてきた。聖王は、重臣たちを召して図った。聖王は、なるほどと納得し、菅の使者に承知の胸を告げて返した。藩は、蔡は、こっちの者と一人が転し、五度戦ったが五度とも敗れ、聖に訴えてきた。 そこで生は軍領を模様して、義を討ち、馬領で散々に打ち破った。義は破れ、藩は弱まり、藩、義の国君は、伝英の取り持ちで、北面して、千王に長考した。ところで、安四角君は、地後節を、よく待遇した。触覚やも将君がいさめたが、我が家の罪を参じても顔弁先生を攻遇するぞと、激怒し、最上の礼をもって攻遇した。 伊王が放御し、仙王が立ったが、仙王は大いに、安飾く君を嫌い抜いており、安飾く君もそれが分かっていて、風優の説に去った。それからしばらくして、地獄説は暇をもらい、仙王に配越しに行かせてほしいと言い出した。安飾く君は、地獄説が何したいか折り返し、地獄説が仙王に配越すると、仙王は退職し、伊王の遺憾をつけ、 その件を帯びて、安飾君は赴き、仙王は郊外まで出迎え、亡き父に、生き写しの安飾君を見て、涙を流した。安飾君に最小になるようこうたが、安飾君は辞退した。しかし、結局やむを得ず最小の印を授かった、安飾君であるが、七日ほどして、病と称し、辞任しようとした。仙王は許さなかったが、三日目に聞き入れた。 また、千王はよく学を奨励し、キビカの賑わいは、伊王の頃同様天下にとどろき、勇士の死や学者が生に集まった。孟子も厚遇し、その助言でツバメを制圧したこともあった。しかし、このツバメ制圧策は、結果的には失敗し、ツバメに大きな恨みを植え付けることとなった。安鹿く君主後、その子の孟将君を最小に据え、生の国を充実させ、 国力を高めた。ありがとうございます。